ショイテビです。松本です。はい、お願いします。はい、始まりました。今日の野球ギアを紹介します。お願いします。こちら、はい、こっちですね。見えますかね。バーテックスって言います。バーテックスの V バット、今回こちらを紹介します。こちらどういうバットかっていうと、これ鉄です。鉄のバット、グリップテープ巻かれてます。先端に瓦がついてます。ここに当てる、そこに当てる、イコールこれ1200あります、重さ。強く踏んないとちゃんと触れません、うん、っていうことですね。イコールパワーが強い、まあ、パワーがつくバット。あ、そしてここに当てるってことは、ここに当てる、ミート力アップ。ミート力ね、これ M級ですけど、 M級 大体こう1個半ぐらいですか。そうだね、大きさは、ね、この、うん、この面積が、そうだね、なかなか非常に小さい。そう、面積が本当にこう、本当芯の部分なんで、うん、ここに当てるっていう練習なんで、普通のバットに交換した時に、うん、確実にここで当てる能力が備われてるはずなんで、普通のバットでももう芯に当たって飛んでいくと、これでホームラン打てるというバットになってます。で、これが大人用ですね。あ、子供用がその黒いやつなんですね。そうです、少年用がこれ、小学生以下の少年用がこれで、まあこれはちょっと短いですね、うん、こっちの長さを比べるとこんな感じで短いです、はい、短いんで、しかも面積もちょっと、うわ、これこそボール1個分じゃないですか。1個分ですね。そう、本当にそうこれも大変です。で、もう打った打痕が実はこうあるんですよ。で、ちょこちょこ俺らも打ってますけど、うん、これね、有名な高校や甲子園出るような有名なね、高校や大学も、うん、社会人野球も選手を使ってるというやつで、なかなかレベル高いです。すごいですね。いや、確かにここに当てるってなかなか、なかなか難しいと思いますよ、これは。こういうバットをいち早くね、強豪のチームは取り入れて練習をしてるということで、ショウヘイ TV にもちょっとこれお借りしました。お、はい、まあ、昨年ぐらいにお借りしたんですけどなかなか撮影する時間がないけど、すいません、本当にすいません、申し訳ないです。はい、はい、そしてこちらのね、こちらの V バットのお値段ですけども、こちら、赤い方ですね、大人の用語ですけど、こちらが 85cm の 1200g となっております。で、お値段が 18,500円です。お、ちょっと値段します、ね、そうですね、はい、で、こちらの黒い方、子供用ですね、ジュニア用のやつは 75cm 900g で 16,500円で販売されています。で、こちらの、購入リンクはですね、概要欄貼ってますんで、チェックお願いします。はい、まあそこそこしますね。まあでもチームで1本っていう感覚でいけば、そうですね、そんなに高い買い物ではないかもしれないですね。そうですね、バーテックスさんの、Twitter も概要欄貼っときますんで、うん、結構見てほしいですね。そうですね、はい、結構いろいろ投稿されてるんで、はいはい、何々高校が練習してますとか、そういうのも映像もあった感じしたんで、うん、見てほしいなと。ちなみに公式はダメですよね。軟式か、実は公式も使えます。使えるんですか。はい、すげえ。こちら公式軟式全部使えます。すげえ。筋力トレーニング、バット振る力を、そう、蓄えるには、そうです、そうです。だパワーがいくらあっても、うん、当たんなきゃもう始まらない。始まらないですね。始まらないです、本当に。確かに。そう、なんでパワーとミートをアップさせるすごいギアが、すごいですね、出てますんで、で、まずこれでちょっと打っていきましょう。やっていきましょう。マジむずいです、これ。よし、行きましょう。よし、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 おお、あ、ギリギリセーフ、あぶね、おお、おお、ちゃんと打ってますよ、俺は。意外とミート力あるんですよ。おお、すげえ、すげえ。ちょっと待って、意外とってないね。意外と、意外とってないね。真面目にやってんのよ。意外とってない。意外とミート力あります。やばい、オッケーオッケー。そう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 、あらあら、はい、って感じで打ってきます。ダメ、あ、今 OK、 わー、やばい、今いい、普通当たんないんすよ、そんなんじゃ。そうね。で、大人は片手で振ると。なるほど。で、これはパワーっていうよりはしっかり当てるだけ。なるほど。はい、おお、意外とミート力が、何回言うんだよ、何回言うんだよ、意外とミート力が、何回言うんだよ。
してます。っていう風にやっていこう。うわ、どうすか、やばいっすね。もう超マシン、ドマシン、ドマシン。おお、やばいやばい。はい、というわけで、ありました。どうでした？いや、すごいですね。やっぱ、あの翔平さんも、もう僕もさっき打ちましたけど、はい、俺はあんまり打てなかった。やっぱ、いい練習になるなっていう感じはします。大丈夫。ニート力を鍛える。そうっすね。はい、このバーテックス、いいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ。